ロコソラーレは日本の女子カーリングチームを運営する一般社団法人。LS 北見という名称でも知られていたが、2018年11月の一般法人化により、ロコソラーレの名称での全試合出場が規則上可能となったため、チーム登録名称をロコソラーレに統一した。北見カーリング協会所属。練習拠点はアドビックスところカーリングホール。 2018年ピョンチャンオリンピック、2022年北京オリンピック、日本代表。マネジメント契約先は、スポーツビズ。2010年、二度の冬季オリンピック出場を経験した、元橋真リが、それまでに、自身も含め多くのカーリング選手を輩出した地元、北見市において、市民の生涯スポーツとして広い年代に、親しまれているカーリングの地盤がある一方で、 アスリートとして世界レベルを目指しトップレベルで競技続行できる環境に乏しく有力選手が就職や進学を気により良い競技環境のある青森県や長野県などの競合チームへと流出してしまったりカーリング競技から離れてしまう状況に一石を投じたいまた北見たところに深く根ざし地域に愛され続ける実業団ではないクラブチームを作りたいなど 複数の要因からなる強い思いによりチーム設立に至った。チーム名の由来はローカルとところっこからロコイタリア語で太陽を意味するソラーレ。かつては日本カーリング選手権など日本カーリング協会主幹事会において LS 北見のチーム名で出場していた。これはヤカ競技者ユニフォーム規定により試合では ロコ・ソラーレをチーム名として使用できないことによるものであり、LS 北見の LS は、公式には、チームキャプテンである元橋が所属する NTT、ラーニングシステムズの略称として登録されていた。しかし、2018年8月に、元橋を代表理事とした一般社団法人、ロコ・ソラーレが設立されたことにより、 ロコソラーレとして試合に出場することが可能になった。2021年現在、日本の女子カーリングチームとして史上初めて日本ミックスダブルスカーリング選手権優勝者が複数人いる。グランドスラムワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズであるグランドスラムの成績。マスターシリーズ世界ランキング北海道ダービーとは北海道を 活動拠点とするロコソラーレと北海道銀行、フォルティウスの両チームが対戦する試合の故障である。2014から15シーズンから2019から20シーズンまでの6年間、所属前選手が北見市出身であった。公式戦対戦成績、ロコソラーレ、25勝17敗北海道銀行、フォルティウス、17勝25敗。ありがとうございます。